例を挙げるなら、日本人が英語を話せないのも、英語を学ぶ順番が違うからだ。喋るという行動の前に、知る、覚えるは必要だが、その後に人はすぐ考える。この単語で、この文法で合っているのか、こんな発音で大丈夫か、と。考える前にまず喋ってみろ。それが英語でコミュニケーションが取れるようになる、一番効率のいい方法だ。まず行動するということは、失敗することもあれば恥ずかしい思いをすることだってある。だが、その恥ずかしさも自分を成長させるための大きな糧となる。そんな風に考えるようになった一番のきっかけだった。もっとこの人の考え方を知りたい。そして僕はその人と一年間一緒にいた。乾いたスポンジが水を吸い込むように、僕は彼から発する様々な哲学を吸収していった。思考パターンが変わり、すべての行動パターンが変わった。その人が教えてくれたすべての根底には帝王学があった。ともかく動き、失敗した時にはどうすればいいかを考え抜いた一年間を過ごした後、僕は一つの言葉にたどり着いた。すべての人間の行動は思考が支配している。思考が結果を生み出す。これは今でもブレずに学徒の指針となっている。